こんにちは、 ALP スペシャルサポーターのイジです。今回の動画は6月に行われた第3回学生デザインコンテスト水を使ったアイディアプロダクトの結果発表になります。このコンテストは毎月お題に沿ったものを 3D CAD FUSION 360 で作ってもらう学生向けのデザインコンテストになります。6月もですね、多数の作品を応募していただきました。今回は全部で約50作品、少しアイディアを必要とするような難しいテーマだったと思うんですけど、楽しい作品がいっぱい届きました。このコンテストを学校の課題にしてくれるところもあったそうです。ありがとうございます。それでは早速応募してくださった作品を見てみましょう。水に関するプロダクトなので、結構ね、水の表現だったりとか透明感とか、あとは水の形をちゃんとこだわってくれる人も多かったですね。あとは楽器みたいなね、音が出るものだったりとか、あとは結構美しい見せ方にね、こだわったような作品も多かったですね。あとは発電系とかね、水を使って何か動力にするっていうようなものもありました。結構捉え方が多種多様で、アイデアの幅が広かったんじゃないかなと思います。ここでコンテストの商品の紹介です。毎月受賞者を4名選んでまして、3名の優秀賞の方には ALP オリジナル T シャツをプレゼント、そして最優秀賞の1名の方には Amazon ギフトカード1万円分とオリジナル T シャツをプレゼントしております。また年間応募賞というのもございまして、応募回数に応じて絶対にもらえるものがあります。3回の応募ではデニムバッグ、そして6回ではタブレット PC ケース、結構便利ですね。あと9回ではモバイルバッテリーなど、あったら便利グッズがもらえますので、ぜひね、応募してみてください。 Fusion 360 を最近始めた方にも年間応募賞などもあるので、応募しやすいコンテストになっておりますので、ぜひ皆さん応募よろしくお願いします。続いて優秀賞には届かなかったけど、運営の方ですごく話題になった作品を取り上げていきたいと思います。TY さんの獅子おどし、水の表現とかもすごく綺麗ですね。アングルとかもすごくこだわっていて、日本庭園に本当にあるような感じが出ていますね。リュウジーさん、もし永久機関が完成したら、水がね、こう無限に動力なしで循環するっていう永久機関ですね。確かに CAD でしか表現できないところが面白いですね。ボイルのフラスコという装置を作成したそうです。こういうのが本当にあるんですね。実験器具に水っていう発想から着眼点を見つけるのはオリジナリティがあっていいなと思いました。続いてレンさんの壁掛けデジタル背景水槽、これもね、私結構好きでしたね。壁にね、こうペタッと水槽がくっつけられるタイプで、まるでね、壁の装飾の一部のように生き物を飾れるっていうのが素敵だなと思いました。この方はなんと小学生ということなんですけど、毎回応募してくれてまして、技術の上達が毎月すごいです。これからも応援しています。あとジーノさん、雨どい用水力発電機、モデリングがね、綺麗ですね。本当に動きそうっていう想像力をかきたてられるようなアングルとモデルでした。本当にね、雨どいが動きそうですよね。はい、これらの作品見ていきました。まだまだ来年までこのコンテストを行っているので、ぜひ優秀賞を狙ってほしいです。それではお待ちかねの優秀賞の発表に参りましょう。今月は初入賞の方ばかりです。今月の優秀賞1人目は大阪ハイテクノロジー専門学校そら豆さん、ボトルシップなりです。おめでとうございます。コメント、水こそ思考、それは愛情だそうです。モデルがすごくいいですね。いろんな角度から眺めたくなるようなモデルになってまして、この船もね、細かく作り込まれていて、近づいてね、もっともっと見たくなるような、想像をかきたてられるような作品でした。波の形もね、ちゃんとこだわってくれたりとか、あとは瓶に入れるだけじゃなくて、瓶を立てるね、スタンドまで作ってくれたりとか、いろんなこだわりがすごく詰まってる作品だなと思いました。レンダリングもすごく綺麗で、R をちゃんと撮ってくれたりだとか、あと角度とかもこだわったモデリングが一番よく見える角度を探ってくれたんじゃないかなと思うような素敵な作品でした。そら豆さん、おめでとうございます。続いては2人目の受賞はキョミミさん、ルームフレグランスです。おめでとうございます。
月をイメージしたルームフレグランスを作りました。蓋部分を回すことで小さな空気穴が開き、フレグランスが香るようにしました。またリキッドが減ってくると瓶に施されたデザインが見えるようにしましたとのことです。これね、レンダリング見た時、単純にね、綺麗だなっていう驚きがありました。で、水を使ったプロダクトっていうことで、容器をクリアにして水をね、いかに綺麗なものにしつつ、部屋にあったら素敵だなっていう想像をかきたてられるような作品だったと思います。一つ一つ香りに合わせてね、上の装飾とかも変えてくれたりと、まるで揃えたくなるような作品でした。レンダリングもこだわってくれていて、下の部分に装飾を引いてまるでディスプレイのように仕上げたりだとか、すごくね、創意工夫が詰まった作品だなと思ったので選ばさせていただきました。きょゆみさん、おめでとうございます。優秀賞では最後3人目の発表です。3人目はシーミントさんの龍噴水です。おめでとうございます。マーライオンをライオンの代わりに龍にし、インパクトのあるモニュメント的なものを作りたいと思い、この作品を作成しました。フォームを本格的に扱うのは初めてで、自分の大好きなゲームの龍を元に作りました。この龍の体にはパイプが通っており、口から水が流れ、建物に流れ、最終的には建物の穴から水が出ていくことを想定して作りました。フォームを使い、建物の周りには燃え盛る炎を表現しましたとのことです。おめでとうございます。フォームがね、まさか初めてということでね、作品いろんなキャプチャー見させてもらったんですけど、龍の形すごくよくできてると思いました。特にね、顔部分すごく細かくて難しかったと思うんですけど、フォーム初めてなのにすごく上手ですね。いろんな角度から送ってくれたこともあって、本当に形にこだわって何回も試行錯誤しながら作ってくれたんだなという様子が伝わってきます。公園にね、こういうモニュメントあったらすごく楽しそうですよね。後ろの背景もね、なんかまるでゲームの背景のような感じで作ってくれました。シーミントさん、おめでとうございます。最後はお待ちかねの最優秀賞の発表です。6月の最優秀賞はミヤエモンさんの癒しの世界です。おめでとうございます。最近梅雨で雨が降ってジメジメしてムシムシしてストレスが溜まりますよね。そういう時のため、ストレス解消やリラックスができるオルゴールが搭載されたスノードームを作りました。このスノードームが日頃のストレスをどこかへと連れて行ってくれます。このスノードームは水流によってモーターを回し発電し、その電気でモーターを回してオルゴールを鳴らします。そしてもう一つのモーターで水を上へと押し上げ、ラメをかき混ぜ、美しい雪を降らせてくれます。スノードームの中の小さな世界とそこに流れる美しい旋律により、癒しの世界へ飲み込まれていくことでしょう。この作品はですね、実はいろんなこだわりが詰まってまして、パッと見ただけでもね、スノードームと分かって綺麗なんですけど、実は中のオルゴールの機構までしっかり作り込んでくれたりだとか、動力もね、コメントにあるようにどうやって動くか、どうやったらラメが降らせられるかなど、いろいろね考えて中の機構まで作ってくれたっていうのが 3DCAD とまさにマッチしてていいなと思いました。実際に 3DCAD は機構などにを作るのにも向いてるので、こういう周りの装飾的なものと中の機構全部一貫して作れるのがすごくいいですよね。まさにそういうフュージョン360の良さを存分に生かした作品だと思いました。あとはもちろん周りの装飾、そしてスノードームの中も綺麗で、うっとりとね眺めたくなるような作品に仕上がってると思います。ミヤエモンさん、おめでとうございます。はい、ということで優勝発表していきました。受賞された皆さん、おめでとうございます。そしてこのコンテストで入賞をね2回果たすとチャンピオンリーグというのに入れますので、皆さんもそのチャンピオンリーグっていうのに入るとチャンピオングッズももらえますし、毎月応募するとギフト券などもありますので、ぜひ目指してみてください。そしてチャンピオンになった方にはですね、毎月月末にヒョドラボの公式アカウントの方で作品をツイートして紹介しております。その中からいいねの数に応じてチャンピオンの中からまたさらにチャンピオンオブチャンピオンを選ぶ企画もやっておりますので、皆さんね、ぜひキョドラボのツイッターのフォローと、そしてチャンピオンへの投票をお願いいたします。チャンピオンの方は毎月24日までに作品を応募してくださると紹介できるので、ぜひ継続して応募もよろしくお願いします。
今月はなんと4名のチャンピオンの方が13いいねで同点を獲得しておりました。そして年間の総合チャンピオンになると1位2位3位にはかなり豪華なプレゼントもご用意しておりますので、さらに上を目指して皆さん頑張ってください。それでは早速チャンピオンの方の作品も一緒に見ていきましょう。新田信子さん、お水で遊ぼう。可愛いですね。滑車にも可愛いワンちゃんのねイラストが描かれていますね。ちっちゃい頃に子供の頃ジョーラとか使ってねお水で遊んでたのを思い出しました。可愛いですね。キャラクターもデザインされてて、このジョーラでやると水車が回るみたいなおもちゃを作ってくれました。可愛いですね。カラフルなデザインで子供受け間違いなしというコメントもいただいています。続いて沖草さん、楽々水やりプランター。水を使ったアイデアプロダクトということで、自動で水やりをしてくれるプランターを制作してくれました。時間によってね、忙しい時とかに勝手に水やりしてくれるっていうのは結構嬉しい機能ですよね。カバーを変えることで加湿器としても使えるそうです。一石二鳥ですね。お水やりもできて加湿器になるっていう、水をね2種類のやり方で有効活用するっていうアイデアプロダクトを作ってくれました。続いて大橋ぬくとさん、自動追従型水運搬ロボットだそうです。ちょっと未来的なオリジナルプロダクトを作ってくれましたね。このプロダクト名名付けてアクアキャリーだそうです。いいですね。このプロダクト名前がつくとね、よりグッとリアリティが増しますね。今回は実現可能よりもデザインを重視してスタイリッシュなフォルムに仕上げました。水源が遠くて移動手段が少ない地域でも多くの人が水を運ぶことができるプロダクトを作ったそうです。まるでねヘルメットのような形でスポーティー感もあってかっこいいですね。オリジナリティがあふれる作品を送ってくれました。このようにチャンピオンの作品は毎月紹介させていただきます。ぜひ皆さんもねチャンピオンを目指して頑張ってみてください。今やってる7月の学生デザインコンテスト、海開きも絶賛開催中です。今月もね7月末まで募集してるので、ぜひ海開きをテーマに作ってみてください。6月末に出した動画で海開きのコンテストの概要と、あとちょっとした Tips なども紹介してるので、ぜひそちらの動画もチェックしてみてください。このチャンネルでは毎週水曜日 3D ギャル 3D プリント技術を使った情報を発信しております。今絶賛チャンネル登録者1万人向けて頑張ってるので、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。